節約を楽しくするためにはレベル、ボーナス、賞金などを設定したゲームにしてみると分かりやすいですよ。レベル1、毎週2000円を貯金。これなら1年間で10万円貯金できます。階段式アプローチに挑戦してみても良いでしょう。毎月ステップアップして目標額に500円を足していきます。1月は週2000円、2月は週2500円、1年経てばおよそ25万円貯まります。貯金箱が必要ですね。さてゲームということでプレイヤーを増やしてみるのはどうでしょうか。家族や仲の良い友達を誘ってみましょう。楽しいコンテストになります。特定の期間に一番節約をした人はみんなからアイスクリームをプレゼント。私はこういうの好きです。挑戦してみたいということであれば他にもアイデアを用意していますよ。365日貯金チャレンジはどうですか。少額を毎日貯金します。毎月その額を50円ずつ上げてください。1月、1日100円。2月、150円。こうすることで年末までには10万円以上が貯まります。曜日ごとに額を変えても OK です。月曜日に100円、火曜日には200円、水曜日には300円、木曜日は400円、金曜日には500円。週末はお休みしましょうか。頑張りましたもんね。それからまた月曜になったら繰り返しましょう。この方法で1年間で8万円ほど貯まります。ド派手なニューイヤーパーティーを開くには十分な額ですよね。毎日お金を数えるのはごめんだという方は毎週日曜日に1500円を貯金箱に入れましょう。これがルーティン化してきたら大成功。袋いっぱいに少額をコツコツ貯めるのは向いてないタイプです。わかります。プロレベルにスキップして出費ゼロチャレンジに挑戦してみてはどうでしょう。各月の初めに食費を購入し公共料金の支払いを済ませます。上司にコーヒーに誘われたなどの予期せぬ出費に備えて毎週数百円を用意しておきましょう。それ以外は何も買わないようにしてください。新しい靴、美容院、電化製品、おやつもダメです。甘い甘いキャンディーもお預けです。5本。限界に挑戦したい方はセルフ割り勘作戦を試しましょう。つまり数ヶ月または1年間収入の半分を毎月貯金するということです。億万長者はすごい額になりそうですね。ポケット空っぽ作戦もおすすめです。帰宅したら真っ先にポケットの中身をジャーに流し入れます。レシートや汚いティッシュはご遠慮願います。今は小銭のお話。財布に入れ忘れた小銭やお札が入れっぱなしになっていますよね。ジャーは大きいものを選ぶのがおすすめです。いっぱいになった時にかなりの満足感が得られます。海外ではスーパーマーケットなどに小銭をお札に変えてくれるマシンがあったりします。お札で出してくれる場合とギフトカードを贈呈してくれる場合があります。とっても便利ですよね。おじいちゃんスタイルもありですね。私のおじいちゃんだけかもしれないですけど、500円玉貯金です。500円玉ができたら毎回貯金箱に投入しましょう。額を数えたり計画を立てたりせずに6ヶ月から1年続けてください。貯まったら貯金をするか、私のおじいちゃんスタイルで食品の爆買いをしてみてもいいですね。常にカード払いという方にはこの方法で超金持ちにとはいかないかもしれません。しかし年末までにはそこそこ貯めることができるはずです。支出の傾向を追跡しましょう。古臭い方法がお好みなのであればノートや家計簿を用意してください。ベッドの下のどこかに物をなくしがちな人はたくさんの役立つアプリが出回っていますよ。乱雑に全てを書き出すのではなくカテゴリーごとに分けていきましょう。支払い系、家賃、エンタメ、スポーツ、食費。こうすることでお金の行き先が明確になってどの分野に一番お金を使ってしまっているかが分かります。会社への道すがらにあるあのレストランに行き過ぎていませんか。もう名前まで覚えてもらっています。よろしくないですね。心の奥底ではどうしたらいいか分かっているはずです。新しい調理アイディアを調べて料理本を見たり秘密のレシピを家族に聞いたりして自炊しましょう。自炊は健康的で安上がりなだけでなく事前に自分の食事を計画することができます。計画は節約の要。なんだか自分のおじいちゃんみたいなこと言っちゃいました。その週のメニューが分かっていれば買い物リスト通りに買い物がしやすくなり衝動買いをする可能性が低くなります。レベルアップしましょうか。
場所はスーパー。カット野菜ではなく丸ごとの野菜を選んで、季節のフルーツや野菜を購入してください。何が旬かわかります？一番安いものはだいたい旬の野菜や果物です。イベント前に物を買いすぎないでください。これはお店の戦略です。数週間待ってみましょう。シーズンセールこそお買い物の好機です。周りの人に今小さいプレゼントがもらえるのと、数週間後にさらにいいプレゼントがもらえるのと、どちらがいいか聞いてみましょう。皆さんは何て答えます？すでにお店にいるのであれば、何か買うたびに10秒ルールを実践してください。10秒間商品を手に取ります。幸せな気持ちになりますか？バカバカしい気持ちになりますか？さて、別のチャレンジをご紹介しましょう。毎日お金を投資するものは何でしょうか？コーヒーなんじゃないですか？やりすぎに感じるかもしれませんが、コーヒーを諦めるわけではありません。自分の家で入れるようにしてください。節約額を計算してみると、コーヒーがさらに美味しく感じるかもしれませんよ。一杯150円くらいで毎日飲んだらいくらになります？およそ5万円ですよ。5万円あれば最新のコーヒーマシーンが購入できます。しかも一度購入すれば、その後数年間のコーヒー代はタダって、厳密にはタダじゃないか。寝坊したり、一日中 SNS に時間を潰したり、ゴミを出し忘れたり、猫の餌やりを忘れたりしたら、自分に罰金を課しましょう。毎日1回程度で OK です。悪習慣も意外と役立ちますね。常にお金を支払う必要はありません。古き良き物々交換なんてどうです？他のもので物を買うんです。昔は食べ物、スパイス、お茶、塩などで買い物をしていました。玉ねぎで家賃を払うこともできたんですよ。1000年くらい前の話ですけど。皆さんの得意なことって何です？友達の車のオイル交換、ご近所さんの犬のグルーミング、これらには何かのお返しが期待できます。手作りの料理、無料ヘアカット、古い自転車など、楽しくなってきましたね。最近は DIY も流行っています。お手製の化学物質フリーで環境に優しい洗剤、クリーニングスプレー、石鹸、クリームを作ってみましょう。安くて高品質で、しかも何かを学ぶことができます。お酢、オリーブオイル、炭酸水素ナトリウムなどは市販の化粧品やお掃除製品より断然安いですよ。プレゼントで節約したいなら、昔ながらのプレゼント交換方法も役立ちます。全員に紙に名前を書いてもらい、皆さん手持ちの帽子に紙を入れて、それを引いてもらいましょう。これで一人一人にプレゼントを買わなくて済みます。近くで開催されている無料のアクティビティにも目を向けてみましょう。映画とポップコーンの代わりに、無料コンサート、無料ギャラリーや美術館、寿司の作り方、生地から作るパスタなど、無料のクラスを提供している場所を探すのも楽しいですね。可能な範囲で電化製品のコンセントを抜きましょう。電源がオフになっていても多少の電力を消費することがあります。ファントム電源という現象です。一般的なアメリカの家庭では、コンセントを入れたままで電源がオフの20から40のデバイスが電力を消費していると言われています。ルーター、テレビ、プリンターなどが典型例です。確定しない未来のためだけにお金を貯めるのではなく、ちょっとした夏の旅行、コンサートチケット、新しい携帯などの楽しいもののためにもお金を残しておきましょう。ちょっとずつお金を貯めるだけで高額なものを買うことができたという感覚は、かなりの満足感を生み出してくれます。最後のアドバイス、深刻になりすぎないこと。貯金チャレンジに挑戦したもののうまくいかないのであれば、自分に合う方法を見つけ出すまでいろいろ試しましょう。理にかなってますよね。